ドラコンプロの安楽拓也です。僕の飛ばしの理論についていろいろ話していきたいと思いますけれども、飛ばすために大事なことっていうのは必ず重心の移動を入れてください。重心移動ね、重心を右に移動していく。右に移動するときに一番弊害になるものは、こうボールを見すぎて見ながら重心移動してなかなかできないです。逆にリバースとかになっちゃいますので。なぜ重心移動した方がいいのか。重いものを持って投げるときに頭をこの位置のまま投げるのと、少し揺すりながら投げるのと、どっちが体が動かせるし、どっちが飛ぶかってことを考えてくださいね。構えた状態からボールじゃなくてクラブヘッドね、クラブヘッドを少し見ながら、クラブヘッドと一緒に自分がちょっと動いてみるぐらいの形でやっていただいてもいいんじゃないのかなと思います。ボールをぼんやり見ることによって重心移動しっかりできるようになると思いますので、ぜひとも皆さんやってみてください。